カブローラシオ・ギニャスは、アルゼンチン・コルドバ州、ヘネラル・カブレーラー出身の元同国代表サッカー、選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。ニューウェルズ・オールド・ボーイズで、プロキャリアをはじめ、イタリアのペルージャ・カルチョに移籍するまでの間に100試合以上に、出場した。2001年、アルゼンチンへ戻り CA インデ・ペンディエンテと契約し、2002アペルトゥーラ優勝に貢献した。 2004年、フルスのニューウェルズオールドボーイズを経て、ロシアのサトゥルン・ラメンスコへに移籍。サトゥルンで1シーズン過ごした後、パラグアイのクラブリベルタと契約するために、南米に戻り、2006年にリーグ優勝をした。2007年、ブラジルの SC ・インテルナシオナルに入団。インテルナシオナルでは5年の間に、レギュラーとして、コッパリベルタ・ドーレスをはじめ数々のタイトル獲得に、 貢献。2009年にプレミオクラッキド・ブラジレーロンとボーラジ・プラッタのベストイレブンに選ばれ、さらに2011年はスーペル・クラシコでラス・アメリカスに向けアルゼンチン代表にアレハンドロ・サベーラ監督から約8年ぶりに招集され、34歳という年齢もあって驚きをもって伝えられた。この充実した時を過ごしている状況にギニャスは 体は34歳だが、頭はまだ23歳だと語った。2013年1月4日、個人的な理由や、家族の問題から契約を終了し、リベルタに復帰した。2013年7月19日、CR バスコダガマ移籍。2016年1月27日、アルゼンチンに戻り、コルドバ州の CA、タジェレスへ移籍。 2019年3月1日、現役引退を発表した。マティアス・ロドリーゲス・ワイ・パブロ・ギナーズ、ラス・ソルプレーザス・アラザンティーニャス・デ・サベラ、アー・ジェンティーナ、パブロ・ギナーズ、オーエル・プレミオ、エーラ・パシエンシア、アウス34ナノス、ギナーズ・ナオン・テン・サイム・パラル、テンボ・カベッサ。で 23, ギナーズ・ペデ・レシオ・デ・コントラート、イ・デイシャ、オー・インテル・パラ・ボルタル・アオリベルタ。 パブロギナーズ・ブエル・ベイ・ブラジル・ワイ、ジュガラ・アン・バスコ・ディ・エガマ。テラ、2016年7月28日閲覧。エーカミーノ・ドゥ・トーリアーズ、ダ・アージェンティーナ、ギナーズ・セディ・スピード・ドゥ・バスコ、デセジョ・ムイタ・ソルテ、エイト・ドス。エクストラ、2016年7月28日閲覧。ギナーズ・アナンシア・エー・アポセンタドリア・ドゥ・フチーボ、デセス・オ・マイス・ディフィーシール・ダ・ビーバ。 ウアル2019年3月2日閲覧ありがとうございます。